なんか彼女の親友の竹ですって言って、うん、なんかみんなで役会って言いますか。あ、いいよ。あ、いいんですか。いいよ。あ、なるほどね。みんな全員違うしちゃって、彼女の親友の竹ですぐらいで役会なんですけど、あ、もうすいません。こうやって毎回打ち合わせしてんだ。あ、そうですね、毎回そうですね。上がり上手ちょっとできない感じ。あ、できないね。ごめんなさい。じゃあ行きますね。ダッシュでいこうぜ。どうも武田でございます。刻んでいこうぜ。実はこの武くんの目じゃなくて乳首の幅。どうもこんにちは、タムジョーと申します。よろしくします。やっていきましょう。タムジョーの新役の武です。役かい。役かい。何この仕込みか。仕込んでるのよ。はい、ということで本日の動画なんですけれども、はい、タイトルとサムネイルを見ていただいた通りになってるんですけれども、お二人に来ていただいて、いや嬉しいです、はい、ありがとうございます。初めてじゃない、タケ。今日は2回目だね。あのリレーフェスで一緒にリレーを組んだんですけど、その後はこう初めて撮影してるってところなんですけれども、まあいらないかな。今日だからとりあえず呼んどいたけど、うん、なんなら今日の動画俺とタケ君いらない。確かに。どういう動画になってくるかっていうと、今週末にね、タム城が MDC800m 横田さんと三塚君と3人で勝負するっていうのと、あと僕も実は今シーズン最後の試合が控えていて、僕の練習の中で両踏みたいなと思った時に、タム城が走る距離と似てんじゃないかなっていうところで、今日も一緒にやっていくっていう流れになってます。お願いします。練習の設定はどんな感じだったんですか。24キロを3セット、うんうん、試合間違った。ちょっとウルトラランナーか。3本あっ、いやいやいや、 200m3 本を2セットやります。おー、なるほど。タム城もちょっといろいろあって思うような練習ができてない中でって感じだよね。スピードの感覚がちょっと鈍ってるので、うん、ここでがっつりスピード入れて、うん、ちょっと800につなげたいなって思ってますね。なるほどです。僕もそうですね。基本的には 100m 今日14秒から12、3秒ぐらいペースでこう多分 200m やっていくと思うんですけど、その中でこうしっかりフォームをコントロールしながらある程度量も踏むっていう、狙いは違うけどやることは一緒みたいないうところで今日一緒にやるんですが、2人いい結果が残せるように、はい、いやそうですね、最後ですもんね。よろしくお願いします。よろしくお願いします。頑張りましょう。しゃっ、ヨシキに勝ちます。何でだよ。ヨシキを倒しますよ。何でだよ。アップしてる間うずつもんやって。ダッシュで行こうぜ。タムジョーチャンネルの方では俺とタケのバチバチの、そうバチバチの1万2000メートル対決があって、うん、あの見てください。本番もあれですよね。負けたらなんか坊主とかある。対戦の負荷重すぎない？これ取るだけで大丈夫ですかね。カメラマン変わった？取るのとかもう得意じゃないんですけど、もう終わりでいいですか？うちのヨシキも解雇したんで。下手くそですか？下手くそで、うん、トークも全然ダメなんで。ああ確かに。ちょうどタケ君に10万円払って。いいんですか？ありがとうございます。申し訳ないんで。僕も解雇ですかこれ。おぉ、危ない危ないお前、危ないよ。いやさ、その T シャツってさ、売ってないの。今売ってない感じなんだ。非売品なんだ。欲しいですか。普通。普通ですか。普通なんすね。いや、欲しい欲しい。あ、でも、あ、じゃあ、いりますか。いけますね。よし、行くぞ。何利き、左利き？あ、右なんですよ。え、右さん左。俺左なんだよな。左か、じゃ両方やるし。オッケー、オッケー。一回試してやってみる。あ、いいんですか、右からでも。いいよ、右。行きます。はい。よーい、ゴー。うえ、強っ。え、待って、お前強っ。タム城より弱い。あ、でも左利きですもんね。いいですよ。あ、でも。あの、待って、こいつマジで。え、周平さん絶対強いですよね。よいど。待って、みんな弱いな。い強いわ、もうリハビリがてら、リハビリがてらの。レディーゴー。待って、俺強い。歯が立たね。よろしく。あ、よろしくお願いします。一応29、28、27か。そうですね、3本でだんだんちょっと上げていく感じで、ビルドアップ系で。はい、オッケー。1セット目より2セット目を上げれたら上げたいなって。あ、タイムね。オッケーオッケー、了解。試合前なので2、3本目で僕が入りたいと思います。じゃあ1本目先行っちゃって大丈夫ですか。お願いします。決めていきます。じゃあ行ってらっしゃい。行ってきます。バイビー。皆さん見てくれてありがとう。ありがとう。
次8秒台8秒台オッケー9秒前半で行きたかったんですけど、まあ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 一人だし、はい、1本目だから30秒ぐらいですね。はい、持って走るスタイルなんですか。うん、俺ね結構ねもう慣れちゃった。試合もですか。試合はバカ野郎。2本目いきまーす。よーい、うん、TK でもめっちゃ走りやすそう。だいたい100が、あーごめん、100が14秒ぐらい、もう28秒ぐらいかな。はい、27秒8。はい、27秒6。いい、めちゃめちゃ動き良くないですか。タッチダウンで7秒3なの俺。今の感覚どう。余裕持って楽に。そこにいろいろ殺されるから。はいはいはい、誰かとやるとやっぱいいっすね。3本目ですね。1セット目ラストいきます。はいはい、ポン、あ、いった。3本目はちょっとさっきよりも上がってますね。頑張ります。これでそのクオリティできるんだ。いやでもこれ結構びっくりしません、このゆるさ。いやでもよかった、楽しいもんね。シーズンオフでまとめて勝ちたいじゃんね。いや勝ちたいですよね。3セット4セットやっちゃうと今週なんで疲れ溜まっちゃうんで、2セットぐらいでいきたいです。リアルにさ、きつい差もあるんだけど、ラスト1本いこうかな。多分25ぐらいでいくでしょ、この感じだと。1、2本目やった状態ですね。25は結構ダッシュしないといけないんで。いや多分2本いけるんだけど、今回の目的って根本的なところには絶対フォームは崩したくなくて、短距離選手とか中距離選手、横田コーチも言ってたんですけど、こう崩れてタイム行くよりも、そうそう、崩れずに、まあ、ちょっと落とすか、そうそうそう、間開けるかの方がいいって言ってました。いや3セット目だけ行こうかな。3セット目、うん、了解しました。申し訳ない、はい、お願いします。ちょっと変更させていただきます。了解です。ほぼ変わんないからね、今何やっても。自分のなんか、まあ、ここは自己満でいいかなと思ってるんで、試合前はどう気分よく持っていけるかっていうのは結構重要だと思うんで、気持ちよく今日終わりたいっていうところ、ちょっとラスト1本だけにしようかなと思います。27秒4。なんか1セット目よりも可動域広がって動きが良くなってるの、なんとなくですけど分かりますね。素晴らしい、うん、26秒1。素晴らしいね、この余裕感。3本目だけ武田が合流。武田引っ張ります。25秒4。ナイスです。ありがとうございました。強いな彼女は。一緒に頑張りましょう。MC 勝ちます。ナイス、自己ベストします。フォームどうでした。あ、武田さんですか。あ、いや彼、あ、彼女ですか。今日めっちゃ良かったです。あ、結構崩れるんですよ、こう、うん、右肩か崩れるんですけど、今日はもう超綺麗でしたね。動画見てもらえば分かるんですけど、楽しみだな。はい、いい感じだと思います。ありがとうございます、はい、武田さんも頑張ってください。あ、頑張ります。ありがとう。ダッシュで行こうぜ。お疲れ。お疲れでした。ありがとうございました。お互い頑張りましょう。今週勝ちます。ちょっと、タムジョーと
武田の決起会ということで、それ終わったらでいいから2人の400対決みたい、多分ちょうどいいんじゃないかな。まあ僕が勝つのかなとは思います。なるほどね、まあ、ちょっとそれ以上ここで話すと手とかっちゃうんで怖い感じで、はい、ちょっとそれはまたおいおい、そうだね、今後どうなっていくかは試合終わってからです ね、 ですね、まずは、うん、YouTube チャンネルの皆さん、はい、追ってくださいということで、今日は仲間で終わったということで、ありがとうございます、はい、本日の動画は以上になります。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ、バイビー。最後までご視聴ありがとうございました。それでは皆さん、またのご機会に、さようなら。 あ、こっちだ。